大倉木八郎昭和3年4月22日は、明治、大正期に貿易、建設、化学、製鉄、繊維、食品などの企業を数多く起こした、日本の実業家、中堅財閥である大倉財閥の設立者、渋沢栄一らと共に、六名館、帝国ホテル、帝国劇場などを設立、東京経済大学の前身である、 大倉商業学校の創設者でもある、十三味男爵、号は、鶴光。柴田市内旧下町に立つ大倉木八郎生誕の、非天保8年9月24日、越後国間原,原郡柴田町の下町に、父、千之助、母、千世子の三男として生まれる。陽名は鶴吉、23歳の時に尊敬していた祖父の通称、木八郎から名を取り、木八郎と改名。 大倉家は、喜八郎の高祖父の代より、柴田の清老山六の別業村で農業を営むが、祖祖父、宇一郎の時、兄に伝授を返し、商内いで生計を立てる。祖父、宇一郎の時に、薬酒、砂糖、錦、塩などで、大きな利益を得、七天を営み始める。この頃より反抗への配越を許されるようになる。父、千之助は、 天保の大基金で米倉を開き休民に施す、などの経緯から、藩主から剣断役を命じられた家柄であったとされる。木八郎は家業を手伝う傍ら、8歳で四書五教を学び、12歳の時から、庭博、く、広市の四塾石禅堂で、官籍、修辞などを学ぶ。この時に、陽明学の治行合一という行動主義的な規範の影響を受けたと言われる。 嘉永四年、庭塾道学の知らせ三之助の父の行動により、酒屋の営業さどめに追い込まれたことに大変憤慨し、江戸に出ることを決意、同年中に、江戸日本橋長谷川町の教科の氏、日野紀園、梅明を訪ね、日垣の車中に入る。江戸到着後、教科仲間のは風亭、国吉の下で塩物秋いの手伝いを経た後、中川勝つ武士店でデッチ見習いとして奉公した。 鉄地時代に安田善次郎と信仰を持つようになる。安政4年には奉公中に貯めた百両を元手に独立し、乾物店大倉屋を開業。横浜で黒船を見たことを契機に乾物店を慶応2年に廃業し、同年10月に小泉屋鉄砲店に見習いに入る。約4ヶ月間、小泉屋のもとで鉄砲商いを見習い、慶応3年に独立し、鉄砲店大倉屋を開業。 神田泉橋通りに開業した大倉屋は泉橋通り東道門前地震番向き大倉屋と名乗り小泉屋鉄砲店が出入りする屋敷先とは一切の商売をしないと証文を出した店頭には現物を置く資金がなかったため注文を受けては横浜距離内に出向き百数十度にわたり外省から鉄砲などを購入した不良銃を高値で売りつける鉄砲商が多かったため良品を 得意先へ早いかつ安い納品を心がけていた大倉屋は厚い信用を博したその後官軍御用達となり明治元年には新政府軍の兵器領職の御用達を命じられるまでになった明治4年7月以降は鉄砲火薬免許証として諸藩から不要武器の払い下げを受ける大倉は明治元年にアリスの見当たる人新能御用達となり欧州政党軍の市長にあたる これ以後、明治7年の台湾出兵の政党と特府陸軍用達し、明治10年の西南戦争で政党軍御用達し、明治27年の日清戦争では陸軍御用達として活躍。日露戦争の際は軍用達となり、朝鮮流岩裏に大倉組製材所を設立した大倉喜八郎、1908年頃、大倉製史場の跡地に立つ大倉木八郎の、 共造東京経済大学100周年記念館内、大倉木八郎の共造東公園内に立つ、大倉応募名明治4年3月に、新橋駅建設工事の一部を受け負う。同じ頃、高島かえもんと共に、横浜水道会社を設立し、建設工事に着工。同年頃、貿易商社を横浜弁天通りに開設し、海外貿易にも携わるようになる。 欧米の文物の輸入から、服装の一変を予見し、洋服裁縫店を日本橋本町に開設した。明治5年3月には、銀座復興建設工事の一部を請け負い、同8年に東京会議所の肝入りとなる。この時、東京府知事、楠本正隆の要請で、渋沢栄一も肝入りとなり、以後50年に及ぶ信仰を持つ。明治9年には、 大久保利光とロンドンで会見した折に要請、協議した被服の製造所である内務省所管羅者製造所を設立。明治10年の東京商法会議所、横浜用銀取引所を皮切りに、様々な方面で新規事業の設立に関与した。明治14年に、六名館建設工事に着工、藤田伝三郎らと共に発起人となった大阪紡績会社も設立した。 明治15年3月には、日本初の電力会社、東京電灯を、矢島作郎、八須賀持明と共に設立し、宣伝の一環として、銀座大倉組、紹介事務所前で日本初のアーク等を点火し、共担した市民が、毎を見学に押しかけた。明治20年には、藤田らと共同して、日本土木会社、内外用足し会社を設立し、大倉組紹介の事業を継承した。 同年に帝国ホテルも設立した。この他に東京ガス、京都売り物、会社、日本製茶、東京水道会社などの株主や委員などにも名を連ねるなど、日本の近代化に尽力した。明治26年に大倉土木組を設立し、日本土木会社の事業を継承。大倉組紹介と内外用足し会社を合併するなど、この頃から、 大倉財閥の返金を伺わせ始める。日本初の私鉄である東京馬車鉄道をはじめ、九州鉄道、山形鉄道、北陸鉄道、成田鉄道、日本国外では台湾鉄道、京府鉄道、近城鉄道、京都市鉄道など、日本国内外で数多くの鉄道企業への参加、出資などを行った大倉は教育機関の創設にも熱を入れ、 明治32年、韓国に全林商業学校、明治40年9月に大阪大倉商業学校を創設した。特に明治33年、官暦銀婚祝賀式の記念事業として、資材50万円を投じて大倉商業学校を創設したことは、米国の雑誌、ザ・ネーションで微居と報じられた。明治39年にビール三社合同による、 大日本ビール株式会社設立に関係し、翌40年には日清豆粕製造、日本比較、日本科学工業、帝国製アサ、東海資料を設立。明治44年に、商事、工業、土木部門を営む、株式会社、大倉組を設立するも17年に、大倉工業、株式会社、大倉土木組と分離し、大正7年には、大倉商事、 株式会社と解消し、大倉組のコンツェルン化を行った。昭和2年に日清火災会場保険を買収し、大倉火災会場保険とするなど晩年まで、精力的に活動した。同年1月5日に隠居し、死死、騎士治郎が家督を継承した。昭和3年4月22日外腸がんのため死去。没年92歳。改名は大倉喜士治郎が選定し、 大聖院伝令本庁前王大孤児となる。4月28日に赤坂本邸で葬儀が行われ千個に及ぶ花は、長期が贈られた。墓所は五国寺。政界からは、首相、田中義和をはじめは勝木麗次郎、浜口裕子徳並武次郎、清浦慶吾、関谷邸三郎など、実業界からは三井高舟、岩崎小屋田、安田善三郎、馬越京平。 朝野総一郎ら、国外からは、長作林、陳方心、段気髄、小海石などであった。午前9時から行われた、国別式では午後3時までに1万1989名が、参列した。朝日新聞や、読売新聞内で、渋沢栄一、増田隆、武者の工事さねやつらが大倉について研究した。大倉邸の美術館明治を代表する、実業家の一人。 大倉喜八郎は産業の振興、貿易の発展に尽力した一方で、育英、事前事業、文化財の保護などにも功績を残した。喜八郎は54年にわたって多数の貴重な文化財を収集し、当初それらを指定で知人たちに公開していた。当時の様子は風俗画報に掲載された大倉邸美術館内の図などによって知ることができる。大正6年には、 指定の敷地の一角に、日本で最初の私立美術館、財団法人、大倉修古館を開館させた。鶴と菱形門が描かれている。清水清風著、東京名物百人一首明治40年8月、大倉邸の美術館より、抜粋大層の評価は驚くほどに2分される。世にも稀な小結、日本の近世における、大偉人、すべてを超越した人。 木に例えれば3000、4000年を経た大樹などと絶賛される。一方で、大久保利道や井上香薫らとの信仰から、聖書死の商人、黒デスクな生図と酷評された。毎日新聞で連載された、木下直江の反戦小説、火の柱で大倉をモデルとした悪徳商人が、戦地に送られた牛肉の缶詰に石が詰まっていた事件の犯人として描かれたことにより、 それが事実として、大倉の仕業と人々に信じられてしまった。実際は、名古屋丸搭載の軍用缶詰に、石ころが混入していた事件は、大連湾での積み下ろしの際に発覚したもので、東京の山陽堂の荷物であったという。大倉は、後年、大倉鶴飛行機な、格王余り影などの中で三つの冒険談を、語っている。第一の、冒険上の戦争の前日。 将棋隊の牙二千余りが鉄砲店大倉屋を訪れ、雇用飯だと言い、大倉に同行を迫った。この前日に、同じく鉄砲屋であった手買いの者が将棋隊に殺されていたため、大倉は覚悟を決め同行した。干渉院の本営に着くと将棋隊将校らに、長年、久保様のおかげで商売をしているにもかかわらず、官族に味方し、便宜を図らい、久保様のために働く。 将棋隊へ不利益なことをする憎いやつであると質問を受ける。これに対し大倉は現金引換えで武器を仕入れている大倉屋は代金を一分ももらえぬ将棋隊とは商売できない。また自分は越後の国出身で久保様にはお世話になっていないと答えた。将棋隊の将校は大倉に道理がある。金を払うので3日以内に300兆のミンヘル銃を収めろというと 大倉は大切な御用を仰せつかりましたので、物騒な三内を護衛していただきたいと答え、三枚橋の橋本という籠山で送り届けさせた。このエピソードが、上野の戦争、明治の明け物などの下題で、芝居や講談になった。第2の冒険上野戦争の後の東北戦争の際、東北唯一の金納刀であった広崎藩の西立。 平馬からミンヘル12,500丁の注文を受ける。しかし、広崎藩に金はなく、倉米との交換という通常では考えられない、注文であった。大倉は、運試しの一つだと、この依頼を引き受ける。現金引き換えで武器を買っていた。大倉屋には当然金がなく、大倉は、全財産を売り払って金を用意し、ミンヘル12,500丁と弾薬を用意した。運送費往復で1万両。 米の積み込み期限を7日間とし1日延長するごとに500両という破格の取り決めでドイツの大きい小舟に荷物を乗せ出発この時アメリカ一番間のウォルシュホールから海上保険をかけるように強く勧められたが妻子がいないので受け取り手がいないと答えた榎本武明が陣を敷く箱館にやむえず寄港した際検問を受けそうになるも 銃を積んであることを内密にと頼んであったことから、ドイツ人船長が起点を聞かせ危うく気を逃れた。蔵米の積み込みのために借り入れた小舟を官軍が、箱館て攻撃準備のために取られてしまうため、広崎藩から気象を借り、船頭たちに官軍御用の格好をさせるという起点を聞かし、無事に蔵米を積み終え、20日余りの地に横浜に到着した、第三の冒険西南の役の折、 米の輸送のため不山に渡った。陸軍御葉船、玉穂丸で戻るつもりだった大倉だが、内戦中だったため、大倉を残し戻ってしまう。西郷隆盛の勢いが、まだまだ強く、次の優先がいつ来るかわからないと考えた大倉は、一刻も早く帰りたかったためイカ釣りの漁船に頼み、博多まで向かった。玄海などを渡っていると嵐に見舞われ、九死に一生を得る。 津島の伊豆原で嵐が過ぎるのを待ち、無事に博多へ帰還した。大倉は松室富の鍵の中で寿命を30年がしてくれるならば、あのようなことをもう2、3度やってみたいとしている。設立に関与した企業、建築は200以上に及ぶと言われるが、戦後 GHQ による公職追放、財閥解体などによりその数は減少した。 大倉と他の財閥との大きな違いは銀行を作らなかったことだ。渋沢栄一の第一国立銀行不算支店や台湾銀行などの設立に関わったり、特殊銀行である日本官業銀行、日本工業銀行、農耕銀行などで監査役、相談役などに就任したものの、大倉は自身の銀行を持たなかった。初代帝国ホテルホテル大倉東京明治期の 大倉組本社大正期の大倉組本社、男。男、大倉一郎、大倉一郎大倉う吉男大倉千之助べえを使う女男、女女。小倉幸太郎、大倉新吉、大倉木八郎、道。男、大倉文吉女女大倉喜七郎、大倉米吉鶴子ときこ、大倉康二、大倉雄二、大倉明さん。 清郎、大倉記録郎雅子徹子、大倉彦一郎、大倉、豊次郎、大倉銀三郎美代子、大倉義彦、長男、岸一郎四女の婿養子、大倉久米場両親妻子内村外村。ありがとうございます。